こんばんは。ここは大韓民国金浦国際空港です。今日の朝羽田から全日空で来まして、今日もまた全日空で帰るわけです。つい暇だったわけではないんですが、でも暇があったんで、全日空のですねマイル、これ余ってるものをじゃあ消化しようと思いまして、3万マイルあればねビジネスクラスで往復できるということだったから、これ結構安いはずですよ。割と少ないマイルで、ね、1日で往復すると普通の航空券がベラボーに高くつきますが、日帰り旅行をしてもやはり3万マイルということは変わりませんので、よしじゃあこれで行こうということで決めて日帰り韓国旅行をやっております。で、行きも全日空 のビジネスで行ったんですが、帰りも全日空のビジネスです。で、行きはもう眠かったんで食べ物など特に食べておりませんが、帰りはちょっと食べて帰ろうかなと思ってるんですけど、またですね疲れてしまったんで正直寝て帰りたいんですけど、帰りは頑張って食べ物もね、行きも帰りも何も移さないでみて良くないと思いますので移そうと思います。本当は帰りはアシアナ航空ってのがあったんですよね。で、それが全日空とスターアライアンスだからコードシェアをしてて、でそっちの分で帰ってくることもできたんですけど、それやるとね関西国際空港乗り継ぎになるんですね。ちょっとさすがに関空の乗り継ぎもうこんだけ疲れてるのに多分やりたくないだろうなと思ってね、私もさすがに行きと帰り本当は違う航空会社にしたかったんだけどしなかったんですよ。それは正解でした。で、その代わり皆さんには行きと帰りと同じ航空会社の同じ座席をまだもう一度見せるというなんかちょっとね質の悪いようなことをしてしまうことになるんですが、その点はご理解いただきまして、なるべく行きと帰りで、ね、違うように作れたらと思いますからよろしくお願いします。皆さん韓国に空港が2つあるって知ってますよ。私はね今回予約するまで知らなかったんですけど、それは一番あれかな、紹介する人が一番詳しくなかったってだけかもしれませんけどね、羽田とか大阪とかから来る、短距離の国際線、あとは北京もあるようですけれど、それがね、この銀浦空港の傾向があるみたいで、多いみたいですね。やっぱこの、なんていうの、東京で言えば羽田空港に当たるのがこの銀浦空港で、もう一個有名な空港ありますね、インチョン空港、あれが成田に当たる、外国からも来るような飛行機とか、それから大きなとか長距離の飛行機とか、それからあとは LCC というのが発着するのがインチョンのようです。ソウルの羽田に当たる銀浦を使えてるんですけどね、楽ですよ。おー、行きに見た到着ロビーと違って帰りの出発ロビーの豪華なことといったらこれはすごいな。随分空間を広く使ってますね。あ、これがあれか、朝到着をするときに見たこう韓国風の建物、外から見るとねお家の形をしてるやつ。なるほどね。あら、松があんなところに、あ、本物の松ですかね、多分そうだろうな。確か東京ディズニーシーランドじゃなくてシーだと思いますけど、こういうやつありましたよね。あれを思い浮かべますよ。これ保安検査も終わりました。この保安検査もやっぱりビジネスクラスだからって言って早く通してくれるかそういうことはないみたいで、他の人と一緒にすごい行列に長かったんですけどね、30分はかかんないくらいでしたけれど長い行列に並んだんですが、この中に入ったからラウンジ今度じゃあ休んでよというわけですよね。でもこの銀浦空港っていうのはね、私もちょっと調べたんですけれど、前はなかなか致命的な不便な場所だったらしく、こういうビジネスクラスとかで来ている人のラウンジがこの保安検査出国のレーンの外にあったんですね。で、保安検査とかそういうのをやって中に入った後で、普通はそういうのは早めに済ませるわけですよ。早めに保安検査とかそういうのを受けて、で中でじゃあ余った時間をラウンジで潰すというふうにするわけですけれど、それができないんですよね。保安検査場の外にラウンジがあるんだったら結局早めにそのラウンジを出なきゃいけなくて、でいざじゃあ早めに保安検査も受けて中に入ってあとは乗るだけという状態になって出国まで済ませたというところで待つべき場所がないんですよ。それ問題じゃないですか、かなりの問題ですよね。で、嫌われていたらしいんですが、この問題も解決したようです。これ一番下のところに書いてありますけど、アシアナラウンジニアゲート34と書いて、34番ゲートの近くにあるアシアナラウンジを使ってくださいねと書いてあります。つまり34番ゲートのところにラウンジがあるということです。今まではビジネスクラスとかに乗ってる人でも結局中にラウンジがないからってこと でこのスカイハブラウンジっていうの、これがねアメリカンエクスプレスとかなんかそういうやつのゴールドカードを持ってる人はここのラウンジを使うことができるんだそうでして、でここで休憩とかしていたらしいんですが、今ではこの空港の中にもラウンジがありますからね。だから別に自分のビジネスクラスの切符で乗れるやつを使えばいいのかな。でもここもなんかこれタダで食べられるみたいですよ。そこバイキングスタイルになってるからね、私アメリカンエクスプレスカード持ってるから多分タダで使えるんじゃないかと思うんですけど、本当かな、ちょっとこれはちゃんと調べてませんけどね。だったら嬉しいですよね。空港ってのはね幸いしてすごい小さい空港なようで、34から39までしかここに出てる乗り場の番号もないですしね、空港の中を延々と歩かされるということはありません。それは本当に助かります。で、私の乗る全日空の1600何便とか6984って書いてありますけどね、あれかな、違う、あれじゃない、私の乗るのは20時15分だ、2便も出てるんですね、だから下から2番目の方だから私は38番乗り場からの飛行機に乗るわけですね。
裏の4階エアラインラウンジって書いてありますけど、大韓航空とそれからアシアナ航空、多分韓国の全日空日本航空みたいなやつだと思うんですが、その2つの航空会社のラウンジがあるようです。小さい空港だから多分この2つしかないんじゃないですか、航空会社が用意してるラウンジってね。インチョン空港とかに行きゃ多分全日空の ANA ラウンジって言うんですか、それとかの桜ラウンジとかあると思いますよ多分ね。奥が大韓ラウンジで手前がアシアナラウンジ、大韓航空のラウンジはもう閉まってるみたいですね、店じまいか。アシアナ航空の待合室はこのサンドイッチとかカップケーキとかそういうのが名物なんだそうで、どこに行っても置いてあるんだそうです。確かに美味しかったですよ。そんなしっかりとした食事っていうものはあんまりなかったですけどね。まあ食事はじゃあ飛行機の中でどうせ出るんだからそこで食べることにしようと思いました。ジュースもこんなんでね、中はね、日本人の方がやっぱり多かったですね。行きの全日空の便もそうでしたが、韓国人の方もちょっとはいるのかなと思いましたけれど、一応顔を見れば韓国人か日本人かって分かると思うんですけどね。でも私見てもあんまりよく分かりませんでしたね。もうこの時間帯になると全日空の便に乗る人ばっかりになるようで、中国人の方もいないようでした。お客さんはもうほとんどいなくなりました。私が最後の一人になりました。つまりみんな飛行機に乗るために出て行ったわけですけれど、しかしまだ乗り場の方は混んでいるのでそんなに慌てなくてもいいそうです。ところでね、一つ落とし物が見つかりまして、私のすぐ脇のところに航空券が置いてあったんですね。見ると同じ便ですよこれ。誰かがこれラウンジに忘れてたみたいですよ。大丈夫なんですかね。私の隣の席みたいだから後で見てみましょう。で、乗り場の方もうお客さんがほとんど乗り切ってるかなと思ったら、まだそんなことはなくて、まだまだ大量の行列でしたが、おかげさまで幸いなことにビジネスクラスなもんですから、さっさとは入ることができまして、よかったんですけどね。座席についてみるとやっぱり私の隣には人がついていませんでした。この人はこれはきっと今航空券がなくて探し回ってるに違いないと思いまして、飛行機の中の人にね、つまりキャビンアテンダントの人に、すみません、忘れ物があったんですけどと言ったら、どうも航空券を再発行して別の席に座ることができたらよかったです。ロッテシティホテル銀行エアポートと書いてあって、あ、そういやここは韓国だったんだなと思い出しました。気分はやっぱり全日空国内線です。じゃあ、もう一回行きます。今回発行することを発行をご利用いただきましてありがとうございます。挨拶にまた来られた女性のキャビンアテンダントの方、キムさんでした。あら、いきもキムさんだったら、これ同じ人なのかなと思って見たんですけど、どうも違うようです。他のキャビンアテンダントの人みんな違いましたからね。あ、じゃあこれはただキムさんが韓国に非常に多いんだ、そういうことで実際多いと思いますけど、スライドを使用する際は両腕を前に飛ばし上体を起こして滑ります。座席はまあ広くていいんですが、いつも帰りも同じ席に座ってしまったので、正直言うとあまり違いが感じられない。それはだってないですもんね、行きの帰りの違いは。行きに紹介できなかった機内食を紹介でですね、するぐらいにしておきましょうか。ここを組み合ってこう曲げられるのも、これが大体高級な座席になるとそうみたいですね。これね、シートトゥーシートメッセージングって書いてあるんですけど、座席と座席の間で、よその座席でね、両方ともこれは使うっていうふうに設定すると、好きな座席にメッセージを送ることができるらしいですね。両方とも使用開始っていう風に解禁状態にならないとダメなんですけど、一旦自分の席でやるんですね。そうじゃないと横のよそのね、全然関係ない座席にいたずらの嵐メッセージとか送れちゃいますから、それは問題ですんでね。さて、一日楽しんだ韓国、なかなか楽しくて便利なところでしたし、韓国人が日本人に対してね、良くない感情を持ってるとか、それは確かにそういう感情は高いのかもしれませんけど、でも皆さん私に親切にしてくれて、とてもいい気分で帰ることができました。お隣の国とはなるべく仲良くしたいものだと思って、このソウルを後にします。で、去り際、景色がだんだん右側に見えてきたんですけれど、しかし、そんなにすごい景色、あ、これだったら羽田のところから見える夜景の方が綺麗だなとか、そんな風に思ってたんですが、この銀浦空港は韓国ソウルのその中心からは少しだけ外れてますんでね、本当の中心というわけではないから、なんだこのぐらいかと思っていたら、その中心部に至って私もかなり驚きました。この辺がまだ、あ、こんぐらいかと思って見てた光景ですね。ほら、立派ですよ、すごいな。やっぱソウルってのは人口が何万人いたのか忘れましたけど、でも確か大阪とかよりソウルの方が大きかったんじゃないですかね、人口で言えば。というわけで調べてみましたが、ソウル特別市の人口はどうも東京よりも多いそうです。人口密度は東京の方が高いらしいんですけどね。大阪の人口はだいたい250万人ぐらいですから、大阪よりも随分大きい町に来たというわけです。いや、確かに立派でしたよ。道も混んでいて立派な町でした。
で、幸いなことに私の隣の人が別の座席に移動されましたので、私はかなりゆったりすることができます。まあ、自分をこのように撮影してもいいわけです。わかりますか？こう座席も電動のリクライニングですけどね、こうムニュ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 と小さな音がして倒れます。で、あとはね、おしぼりが配られたんですけど、このおしぼりの香りは日本航空よりもなんかもっとこうフレッシュな感じ、なんか柑橘系の香りだったのかな。レモンも想起させるような匂いでしたが、とても爽やかな感じ。これで私の顔をしっかりと拭きまして、自分の顔の香りとそれからレモンの香りが融合し、さらなる高みへ。これは冗談で申し上げました。座席の上にランプがつきます。読書と早速飲み物を食べ物を持ってきてくれました。これね、こんなナプキンが配られたんですけど、茶殻をリサイクルして製造したナプキンですって書いたんですね。あ、そうかと思って、これで匂いを嗅いでみますと、確かにお茶の香りがします。このナプキンを使ってお茶を入れるという動画を作ろうと思ったのですが、忘れて置いてきてしまいました。だって、そしてこれが機内食です。パッと見たところ、なんか半分ぐらいはね、これあの国内線のプレミアムクラスの夕食に雰囲気が似てるような気がします。多分選択式ではないからだったんですね。日本航空の長距離便に乗った時に何にしますかとか選んだんですが、まあ、そのまんまこれ一つだけ、特に選ぶ余地はなかったです。まあ、短い距離なんで別に全然それでいいと思います。でもよく冷えたナイフとフォークに瀬戸物のお皿、立派なものです。ラザーニアはこれイタリアの食堂車で食べたのよりもね、美味しかったですね。この手前にあるこれがラザーニアです。奥にはなんかカモ、アヒルかな、それからあのエビとかいろいろ立派なものが乗っておりまして、量は多くはなかったですが、味は確かにしっかりしましたよ。で、それからね、しばらくして緑茶が届きまして、多分これあの離陸してからお湯を沸かして入れたんですよね。その緑茶がね、もう最高に美味しくてびっくりしましたね。まだ緑茶のシーンにならないから、ちょっとラザーニア見ててください。これこういった食べ方でいいのか分かんないんですけど、まあ、崩壊させて汚い食べ方をしてしまいましたが、まあでもどれもね美味しかったです。ただあの、これってチーズが苦手な方とかもいると思うんですけどね、そういう人は機内食食べられなくなっちゃうんですかね。それはちょっと難しい問題だなというふうに感じました。で、これがその美味しいお茶です。これ本当に美味しくてね、今まで飲んだお茶の中で一番美味しかったですよ。熱くもなくぬるくもなく、日本航空よりうまかったですよ。もうやっぱり国際線でもこの距離だと、本当に乗って食事いただいて終わったらもう着陸の準備、大体そんな感じですよね。もうすでにですね、鳥取県の上空も飛び越えてしまって、本州の上まで来ています。今多分兵庫県田島地方の上空、大体そんぐらいでしょうか。あとは座席をゆっくり倒して、完全にフルフラットではないですけれども、しかしある程度寝転べる状態にして、体を横向きにするとね、ちょっと寝てるような感覚に近づいたかな、そんな気もしました。で、じゃあ着陸するから座席を起こしてくださいね。はい、わかりました。横こらせ、下に見えているこれが東京湾アクアラインです。本当に何度も言うようですが、近い、沖縄よりも近いですね。2時間30分で着いてしまいます。出発からの経過時間1時間31分と書いてあります。そうか、2時間半じゃなかったか、もっと短かったみたいですね。羽田空港に時間通りの着陸、いや、それよりも5分ぐらい早かったかもしれません。少なくとも遅れはありませんでした。アジアの中でこんなに短い距離、九州に行くのとほとんど変わらないように見えます。降りるときに、皆様をバスで到着口、そこまでご案内します。そんなこと言われてね、あ、バスか、みんな落胆の声が機内から漏れていました。特にビジネスクラスの人たちは、バスってのはあんまり嫌がるんじゃないですか、わかんないけどね。ビジネスのこの席に座っていて、降りたらみんな路線バスに詰め込まれていくっていうのはちょっと嫌かもしれません。まあそれはしょうがないことですけどね。バスもお客さんを乗り込んで、すぐにビジネスクラスのお客さんが乗ったバスから動きました。まあ、そうじゃないとさすがに苦情が出るのかな。そういうことは一応バスの会社の方でも考えているんでしょうか。ちょうどそのバスの進路の先に全日空の飛行機がやってきまして、この飛行機の入れ替えをするまでちょっと待ってくださいね。こうグネグネ動いています。これはみんなかなり待たされましたが、こういうのも仕方のないことです。多分ありがちなことなんでしょうね。無事に羽田空港に帰ってきました。いや、来られてよかった。やっぱり海外旅行は日帰りに限るなと今回も思います。1日以上ね、外国にいる、ちょっと見知らぬところにいるっていうのは私にはちょっと耐え難いことですね。しかし到着をする時もまた行列に次ぐ行列でして、まあ、バスが出発してその後到着した入国のところもすでにたくさんお客さんが並んでいて、でその後税関もまた行列していました。まあ、きっとそのバスから大量にまたお客さんがドドッと出てきて、そしたらまた行列が伸びちゃうだろうから、じゃあなるべくそれに早く入っておこうと私も急いでですね、まあ、今回はそれほど大したことにはならず、待ち時間は合計でも10分はいきませんでした。だから良かったんですけどね。やっぱりこの朝出て夜帰ってくるってこの時間帯は多分出発到着の人たちが多い時間帯なんでしょうから、どうしてもその入国審査とか手荷物検査で時間がかかるものです。
それだけはちょっと今回は予想外だったかな。ビジネスクラスはそういうことはまあ無縁の世界かなと勝手に思っていたんですけれども、どうもそうでもないという場合が多いようです。